はい、サーモグラフィーが届いたんで、これでスーパーの中で物を盗んでる人がいないか、ちょっと実験してみました。そしたら、ちょっと冷えてるものを入れてるっぽい人がいたんで、ちょっと聞いてみました。お姉さん、すいません。あ、ちょっとお尋ねしたいんですけども、バッグに冷たいものって入れてます？個人で、YouTube で万引き G メンをやってるんですけど、で今これサーモグラフィーで確認してる。あれ、ポートバッグの方、肩にかけてる方、こっちの方に冷たいものって入ってます？ビール？別のお店で買ったの？あ、本当？一応確認だけさせてもらって大丈夫？今ちょっと難しいですか？終わってからですんで、すいません。ちょっと今練習っていうか、その修行してるんですけど、後でチラッとでいいんで。え、別のお店で買ったもの？あ、別の店舗で。あ、じゃあそれ大丈夫です。すいません、もうちょっと練習してます。でもじゃ冷えてるものなんですね、それね。トートバッグの方で。いや、バッグの方じゃなくて、こっちに冷蔵商品。お店の名前は？洋華堂の。あ、もう一個。はい、って感じで、まあ、結局商品の方は見せてもらわなかったんですけども、おそらくこの人は取ってないんじゃないか。こんな聞かれてスラスラ焦りもせず、普通は答えられ、まあ、顔自体はその万引き面だったんで、やってるっぽい見た目なんだけども、60歳ぐらいのおばさんですね。で、うん、多分こんな、ま、カメアリーは2つ洋画堂があって、もう1つの方の洋画堂で買ったって言ったんだけども、まあ、そういうことあるじゃないですか。この商品はこっちの方が安いから。まあ、同じ洋華堂なんで、値段は同じぐらいだと思うけども、買い忘れたものを駅前の方の洋華堂で買ったとか、そういうことがまあ、あり得るので、さすがにそれを用意してた説明とは思えない。多分ね。とりあえず、まあ、実験でやったんで、その、冷たいものが入ってるかどうかを、まあ、試したかっただけなんで、実際、まあ、信憑性はあると、外から見て、例えばサーモグラフィー、サーマルカメラで見れば、まあ、入ってるかどうかわかると、ということで、これ前々から、考えてた企画なんですけども、万引き G メン。で、万引き G メンって、俺、万引き G メンものの動画好きなんですけども、で、まあ、いろいろ見てみると、まあ、万引き G メンって、基本的には、その、まあ、店の外で使えますよね。で、盗んだところを現認して、で、それをチャリ、その辺の棚に捨て、戻してないか、チャリしてないかをずっと見てて、で、それで店に出てから、で、その3つが揃わないと、基本的には捕まえないじゃないですか。で、まあ、聞くところによると、万引き G メンの警備員の会社に、の社長が言ってた、言うには、まあ、10日で3人ぐらいしか捕まんないと。3日に1人ですよね。うん。だからそこまでチェックしてると、まあ、それぐらいしか捕まんないと。ただ、数的にはもっとやってる人いると思うんですよね。あ、月並みだけども、まあ、これで店潰れることもあるし、結構ま、お店にとっては大打撃だと。うん。まあ、ガツチャンネルに影響されたわけではないけども、そろそろまあ、それなりに社会的意義があることをやろうかなっていうかね。で、結局その、怪しいっていう状態で、まあ、警察呼んでもまあ大丈夫っていうことが分かったので、まあ、それと同じことやっちゃう、チャンネルまあ、批判しといて、なんだけども、まあ、それなんか何が入ってるんですかと聞いてみて、で、答えなかった場合に、あ、じゃあ答えないんだったら警察呼びますよみたいな感じで、まあ、言うこともできるし、呼ぶこともできると。それをちょっとやってみようかなっていうのは、前々からこの企画自体は、万引き G メンものは、やろうと、このサーマルカメラでね、うん、やろうとは思ってたんだけども、まあ、このタイミングかなってことで、そういう人がいた場合に、冷たいものを、まあ、6、7割、石原プロが言うには、万引き G メンのね、よくその万引きの番組に出てくる石原さん、名古屋の、袋が有料になってからみんなそのトートバッグとか持ち出して、でそこに入れる人がもう6、7割
になったと。盗んでそのまま出てくる人よりも多分何か買っていく、多分自分のその罪悪感とかを消すためについでに盗んだついでに 何かを買ってって出てくる人が多いと思うんですよね。冷蔵食品とか冷凍食品とか盗んでる人をちょっと捕まえる活動をしばらくしようかなーって、まあのしばらくもう足立万引きレオっていう風な名前になります。ミドルネーム万引がつきますので、しばらくちょっとあのドン活と並行してこの万活もやっていこうかなって思いました。一日数時間ちょっとスーパーとかを見回って、フリーの万引き G メンとして社会的に意義がある活動をやっていこうかなってちょっと思いました。効率的にはカバンの中に入れた時点でもう実行既遂なんで、それは犯罪成立なんですね。窃盗のそこで捕まえることができるんだけど、万引き G メンの場合は、まあ、確実性を言い訳できないように一応店出てから、まあ一応声かけてるんだけども、店に雇われてるから、まあ間違いできないんで、ただ自分はもうフリーなんで、うん、そこは別に間違えても、まあ謝れば、訴えてくださいっていう、まあ割と無敵な状態なんで、そういう人がこういう活動をすれば、結構割と防げる数は、うん、ちょっと自分の方があるかなっていうことで、ちょっとやってみますね。ある程度シミュレーションはできてて、こういうところでこういうふうにやった方がいいっていうのはもうある程度ノウハウはできてるので、その辺のアイディアは、まあ、特に募ってはないんですけども、ただここの店がしょっちゅう万引きされてますよとか、そういう情報の提供は全然ありなので、スーパーが一番多いんですけども、スーパーで、普通の食料品が一番多いらしいんですよね。全体の中でもね。本屋とか多そうですけども、絶対数で言えば、まあやっぱり普通の日常の、食料品が多いと。声優でカゴ抜け、ドキュンがその、カゴをいっぱいでそのまま抜けてっちゃうのを見たこともあるし、俺は声優の深夜とか結構多いなとは、多そうだなとか思うんだけども、でもね、やっぱり、統計で見ると、平日の昼まで、一般の主婦とか、むしろやってなさそうな人を探してった方が早いっていう風に、うん、もう言ってたんで、万引き G メンのプロの人が。万引きのそのセンサーみたいなの出るときに、扉のとこにあるじゃないですか。あれは、多分、セキュリティタグがある商品だけ、あれで防止できるので、それは多分分かってるから、万引きする方も。うん、だから、あれがあるないで、は多分変わんないと思うんですよね。食料品はもう分かっちゃってると思うので、あれはではならないっていうのは、食料品は自分もまあ小学校の時は万引きはしましたけども、やっぱそれの懺悔という、友達の前田くんと、まあ、万引きっていう、まあ、万引きデュオとか作って万引きしてた時期もあったけども、それのまあ懺悔も意味も込めて、ちょっと万活をしばらくやっていこうかなと。